頭を割ったんでね、次、下顎の作戦に、ね、行きたいと思うんですけど、使う紙はこれですね。ちっちゃいです。だいぶ見てわかると思うんですけど。で、大きさ的にですね、これを2つに割って、また、まあ、型には4等分したものを折ったやつです。それを使っていきます。ちょっとね、ちっちゃくて折りにくいんですけどね。まず、12枚。こう取ってもらって、そこを作ります。で、ここにボンドをウニウニっとつけて、で、入れていきます。そこも何もないので、これはもうくっつけながらやります。後でボンドを入れるって言っても、これだけちっちゃいとですね、なかなかボンドも入らないので、まあ一発勝負でちょっと大変なんですけど、12枚もできるかっていう人はね、6枚とか4枚ぐらいずつやればいいんじゃないかなと思います。4枚ずつやってもね、3回やればいいんで。はい。これでね、2段目終わりです。じゃあ3段目いります。やっぱりボンドを入れながらやります。まあ5段しか積まないんで、ボンド入れながらの方が多分やりやすいかなっていうところなんですけどね。ちょっと入れにくいっすね。しょうがないんですけど。最後5段目かな。またボンド入れます。
で、5段やったんで、次、これだと、差し込むところが何もないんで、ここに少しボンドをつけて、ここですね、こことここ。で、これは二重折り、2枚重ねて折ったものなんですけども、同じ大きさですね。で、これをですね、このように、入れていきます。はい、これでね、下顎は完成ですね。顎とね、顔の接着をしていきたいと思います。顔ですね、もう一応ボンド全部入れちゃったんですけども、最後形をね、こうやってこう整えて、で、少しこれを平たくすればいいと思います。こういう感じですね。でもあんまりやりすぎちゃうとボンドがひっついて汚くなっちゃうんで、ほどほどでいいと思います。で、ボンドをつけるところなんですけども、結構奥の方なんだよな。力数えてですね、1、2、3個目の横だから、ここから数えて123、ここか。ここと、ここっすね。あ、違ったかな。1、2、あ、ここだ、失礼。ここです。ここと、ここだな。ちょっと分かんない。1、2、3、ここと、ここだな。ですね。ここに、このような感じでひっつけます。こういうふうに、まあ結構簡単にくっつくので、で、これだとちょっと変なんで、形をちょっと整えて、こういうふうに、ちょっとこう押して、はい、これで下顎とね、顔の接着は終わりです。最後に、最後じゃねえ、目とね、鼻をくっつけていきます。はい、じゃあですね、これ顔ちょっと分かりにくいんですけど、くっつけたんで、鼻をまずつけます。鼻、まあ、のっけるような感じなんですけど、ここかな、ここ、この辺にボンドひっつけて、乗っけます。こんな感じで、こういうような感じでね、まあ、乗っけてるだけなんで簡単に落ちてしまうんですけども、固まったら落ちなくなるんで、あとね、こういうような感じで、ちょっと厚紙に先にちょっとサイズをちょっと厚紙で確かめてもらって、まああんまりでかすぎない方がいいんでね、ちょっとで折って切っていきます。で、まあこんなもんですね。で、最後目つけて、黒で持って、
目玉作るんで楕円形に切ります。また折ってもらってですね、切るといいんじゃないかなっていうところですね。はい、でボンドひっつけて、大体このぐらいの大きさでやります。でボンドひっつけて、まあ、こんな感じで薄くつけてもらってですね、ここに貼り付けます。はい、こんなもんですね。まあこんな感じで貼り付けてもらって、でここにボンドをつけてですね、ここに貼ります。こんな感じでね。で真ん中わかると思うんで、真ん中あたりに貼ってくれればいいです。この辺だよね、ここですね。であと耳をつけます。でまた重ねて切っていきます。でこのぐらいの大きさにして、最後ここ両脇にこんな感じでですねつけますんで、でこんな、これはちょっと多めにつけます。真ん中あたりですね、ボンドつけて、こんな感じでねつけます。はい、じゃあこれであとはね、下をベロをつけるんですけど、もうこんな感じですよ、ね。はい、ベロをつけるんですけども、ベロはちょっとボンド固まってからの方がいいかなと思いますんで、一旦中断します。一応の鼻と目と耳ひっついたんで、まあ1日ぐらい経ってるんですけど、最後ベロ別にいらないかもしれないですけど、一応つけようかと思います。ここあたりにボンドをひっつけてもらって、でもう切ってあるんですけど、ベロまああんま長すぎても変なんですけど、まあ、このぐらいでいいのかなっていう、まあ好みでこんな感じです。はい、これで犬の顔は完成です。あとどう胴体なんですけど、まあ顔だけだとちょっと変ですしね、ちょっと胴体も作ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。